皆さんお元気ですか？菅野直樹です。本日も出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞ最後までご視聴くださり、また楽しんでてくださいね。本日8月8日日曜日、題は心の向きを変えるというその内容です。物事がうまくいかないとき、不平不満を言う癖はないでしょうか？もしその習慣があなたにプラスになったことがあるでしょうか？不平を不満を言わなければいけないもっともらしい理由はあったとしても、その癖は事態をますます悪化させるだけです。それよりもありのままを受け止めて、そして事態を好転させるために力を入れたらいいのではないでしょうか。不平不満を言うというのは人生の暗い部分、マイナスの部分に目を向けています。直視しています。ということは、暗いっていうのは光が当たってるからです。その180度向こう側には光があって、そしてその光はあなたに良い面と感謝と喜びを与えてくれます。ひまわりの花は太陽に向かって咲くと言われますが、私たちは神に向かって、神のその光に向かって生きていく、その心の向きを変えることを悔い改めと言います。闇から光に向きを変え、悪魔から神に、病気から健康に、問題から祝福に、心の向きを変えましょう。イエス・キリストは悔い改めなさい、天国は近づいた。もう悔いて悔いて、悔いて悔いて、そして改めるっていうんじゃないです。心の向きをすっと変えなさい。首を向けて違う方向を向けるように心の向きを変える。そこには許しがあり、そこには健康があり、祝福があり、天国がある。手を伸ばせばその神の恵みは受け取ることができる。イエス・キリストは十字架であなたが必要としているすべてのものをすでに与えてくれました。不平不満を口にする癖をやめましょう。代わりに心の向きを変えて、感謝と喜びを口にしましょう。そうすればあなたの事態は好転し、最高の人生が始まるのではないかと思います。心を開いていただける、向きを変えていただける、それは神の恵みです。我が心の目を開いてください。主イエスを見るために、我が心の目を開いてください。主イエスを見るために、高く上げられた栄光に輝く主イエス、あなたに愛を捧げるため、清い皆を褒めたたえるときに愛と力注いでください。主よ、ホーリーホーリーホーリー、ホーリーホーリーホーリー、ホーリーホーリーホーリー、 I want to see you。 最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではいってらっしゃい。